Gym Master Hunters.第2章エヴァンの国。国守護神ベルガ神は私を王と認めた。これで私は正式にこのボロネール王国の国王となったのだ。よし。よし。
油断するなよ。準備はいいか。油断するなよ。まったく。はっ！
ありがとね。
行こう。準備はいいか。
油断するなよ。油断するなよ。なあ、うん、うん、うん、
どう？ほう。ああ。あ。お。なあ。ありがとう。また来てください。いらっしゃい。また来てください。始めるぞ。
始めるぞ。
おい。そんな。え？よし。油断するなよ。
行こう。せいはだはやせいはだせいはいはやせい。頼りにしてるぞ。油断するなよ。Thank you.
おう。ああ、おい。なあ、それじゃアーバーよ。こらー、なんだ。シャーティ、何してんの。あんたたち、お頭に無断で手柄をあげようって魂胆かい。え、領空侵犯をするノラの連中には空挺団の賞金がかかっている。それ目当てで勝手に殺したってことになるよね。いや、俺はそんなつもりは。なら、こいつらはアジトに運んでボスに判断を請うべきだね。わかったよ、シャーティ。ねえ、どうしよう。隙を見て逃げられればいいがな。じゃあ、こいつらを連れて先にアジトに帰ってて。私はこのままもう少し偵察やってくから。このところワイバーンたちの動きも気になるしね。私はシャーティ。お頭は話のわかる人だから心配しないで。なんたって私の親父だからね。え？お前らか。おい、なあ。ねえ。おい、
な。ああ、お頭は。ねえ。あ？ねえ。だったら僕は二の国を、二の国のすべての国を束ねる王になる。な、なんだと？二の国の王？どんなことをしてもみんなが笑える国を作るんだ。だから、だからこんなところで立ち止まってはいられないんだ。うせえ。それで、僕がシャーティを助けられないなら僕に王の資格はない。殺すなりなんなりすればいい。でももし僕がシャーティを救えたら、玉神使いの道を進むことを許してほしいんだ。それがお前の道か。うん。いいだろう。その取引乗ったぜ。おい。ああ、よし。ああ、よし。
準備はいいか。準備はいいか。
頑張ろうね。油断するなよ。始めるぞ。
ここに何をしに来た？あんたはノラの少年、助けに来てくれたの？
少年って君とそんなに違わないでしょ。そうだね。僕はエヴァン。ローランだ。エヴァン、ローラン、その二人ともありがとうね。にしてもあんたがこんな命知らずだったとはね。それにお頭がよく私一人を助けに行かせたな。取引したんだ、君を助けてくるから谷を越えることを許してほしいって。やっぱりね、私の目に狂いはなかった。あんたの目はお頭に似てる、だからお頭も気に入るんじゃないかって思ってたんだ。ガットーさんに似てないよ。いいや、絶対似てるって。あんたの目はね、遠い空の向こうを見てる、果てしなく遠くをね。帰ってきたぞ。戻ってきたって本当だ。お頭、うん、エヴァン、ありがとう。よし。え？うん。おう。ほう、よし。
よし。
Thank you.
エヴァン・ドリス・ファン・ニャンダール、汝の知恵と勇気、確かに見せてもらったぞ。ここや、ここ。
おい。おい。せや。ねえ。おーい。まあ上出来やな。ワイも行くで。契約完了や。その日、エヴァンの試練達成を祝い、空賊たちは夜通し盛大な宴を行った。空賊たちはエヴァンと打ち解け、
エヴァンが良き王になるよう誰もが激励した。そしてエヴァン、お前は二の国の王になりたいと言ったな。はい。二の国の王か。お前の行く道、面白いもんが見えそうだ。風俗384、俺たちの命、お前にまとめて預けるぜ。ガットーと彼が率いる空賊たちはエヴァンの国の国民として加わることとなった。これが二の国の王になるというエヴァンの長く険しい道の第一歩となるのである。エヴァン、嬉しそうだね。うん、君の言う通り、たくさんの人たちに出会ったんだ。アルトの約束、果たせるかもしれないな。二の国の王になるんだって。すごいね。エヴァン、国を作ることは大変だけど、大きく育てていくことは、もっと大変なんだ。いろんな障害が、君の前に立ちはだかるよ。うん、分かってる。それでも僕は進む。進むって決めたんだ。うん、それでこそ王だ。これからいろんな人と出会うだろうけど、その人たちの思いを全部受け止めるんだ。全部受け止めれば、その分君は強くなれる。うん、やってみるよ。お、また偉そうだったかな。でも多分間違ってない。信頼できる人から教えてもらったことだからね。それじゃあまたね、エヴァン。